西村明宏は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、内閣官房副長官、国土交通副大臣兼内閣府副大臣権、復興副大臣、内閣府大臣政務官、衆議院国土交通委員長を歴任。父は、初夏の西村隆史1930年から2011年8月7日、福岡県北九州市生まれ、 福岡県立小倉高等学校を経て、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。同大学院政治学研究科修了大学の先輩である三塚博士衆議院議員の政策秘書などを務め、後継指名を受けて2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で宮城3区から出馬し、初当選。 2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で再選。2007年9月第1次安倍内閣で内閣府大臣政務官に任命された。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では公明党の推薦も受けたが比例復活もできずに落選した。2012年12月16日の 第46回衆議院議員総選挙で自民党から宮城3区に出馬し参戦。国政に復帰する。2014年9月4日、第2次安倍改造内閣で国土交通副大臣兼復興副大臣に任命され、翌月3日、かねて内閣府副大臣に任命された。2014年12月14日の 第47回衆議院議員総選挙で自民党から宮城3区に出馬し、4選。2017年8月、衆議院国土交通委員長に就任。同年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で野党の新人2人相手に干渉し、5選。2018年10月、自民党経済産業部会長に就任。 2019年3月17日、自民党宮城県連会長に就任。同年9月、第4次安倍再改造内閣で内閣官房副長官に任命された。2020年9月29日、自民党政務調査会副会長県事務局長、選挙対策委員会筆頭副委員長に就任。2021年10月31日、 第49回衆議院議員総選挙で6選。ありがとうございます。